born to the noble house of Valentine, the young lady knew not only good fortune, but also despair. Her father delved into alchemy in search of the key to eternal youth, Soul Edge, but found only madness and death. As a result, their house met with ruin. Her mother, before being consumed by a terrible illness, revealed to her they were not related by blood. Even so, the young lady's love for her parents was unfaltering. Following in the footsteps of her father, she devoted her life to alchemy and eventually found herself faced with the truth about Soul Edge. なんだと、ソウルエッジとは、こんな邪悪なものが、こんなもののために父は狂ったのか。ソウルエッジ、このようなものがあってはならない。この手で破壊してやる。バレンタインの名に誓って必ずだ。ソウルエッジは最強の剣とも言われる。それを破壊するためにはより強力な武器がなければ。どんな武器が必要なのか、それは分かっているのだ。我が意志に従い、剣にも無知にもなる変幻自在の剣、それが答えだ。なのに、くそ、私は諦めないぞ。これは、我、名悪の十字、滅亡の盾の座、デクスター・パーピアをこの剣に与えん。生きている。成功したのか。その通りだ、デクスター・パーピアよ。待ってくれ、お前は一体。その時は訪れるだろう、必ずだ。待っていろ、ソウルエッジ、この剣で全てを切り裂いてやる。でしょ、ソウルエッジを探している西洋から来た女って。あら、だとしたら旧国の剣を悪く言うなんてどういうつもりなの。旧国の剣か。可愛いものね。忠告してあげる、何も知らないのならこの剣から手を引くことね。お嬢ちゃん、子供扱いしないでよね。その剣を構えなさいよ。Hey! Hey! 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 H
復させてあげる。帯を受け取れ。まだ逆らう気？おしおきよ。すごい。ファイト。おしおきよ。おしおきよ。はい。なんだ。はい。帯を受け取れ。まだ逆らう気？よし、こう。そこだ。こいつ。え？せよ。その程度の腕では何度やっても同じよ。さよなら。あ、待ちなさいよ。ソウルエッジを探しているのは私だけではないということか。デクスター・パーピュアよ。どうした？この姿が不気味か？まるで悪魔のようだと。いや、我が復讐のためならば私は悪魔にでも礼を言う。恩義には報いるつもりだ。そうか。ならばデクスター・パーピュアよ、してもらおう。我が望みを叶えるためにな。嫌な名で呼ぶ。逃げろ逃げろ。逃げても無駄だがな。ち、見境のないやつ。魂狩りか。ふざけた話だ。やるしか、やるしかない。貴様は殺しすぎる。今回の分ならばもう十分だろう。いいじゃねえか。減るもんでもあるまい。それに反魂の術にはもっと魂が必要なんだろう。それにしても程度というものがある。私は殺戮に手を貸すためにここにいるわけではない。反魂の術か。錬金術の中でも究極の課題の一つだろう。
死んだ父親を生き返らせるためか。だが本当にそれだけなのか。あの男の言葉には真実の響きがない。もっともっと魂が必要なのだ。あの悪魔のような貪欲さはどこから来るのだ。限界だ。もうついていけない。というんだ。貴様らのやり方に嫌気がさした。それだけだ。それに私には私の目的がある。目的だと？バカめ。お前が探しているソウルエッジならいつもお前の目の前にあったろうがよ。確かにあの男の剣はただならぬ気配を放っている。だがそれならあの男は私をそばに置いておく理由がない。ソウルエッジを破壊してやると公言している私をな。その答えはなその薄ら笑いをやめたらどうだ。それとも無理やり口を割らせてほしいか。まったく気に入らない女だぜ。分からせてやろう。今この瞬間からお前は魂を狩られる側になっちまったってことをな。
ナイトメア、ソウルエッジ、ナザン。やめておけ。今のお前では相手にならない。邪魔をするな。貴様が何者かは問うまい。だが教えてくれないか。貴様は何を知っている。この刀にはソウルエッジのかけらが埋め込まれている。その刀がお前の剣と激しく共鳴している。そしてお前自身とも。何が真実なのかはお前自身分かっているのではないか。邪剣の子よ、認めん。断じて認めんぞ。だが邪悪な強さだ。撤回しろ。信じるかどうかはお前次第だ。だが私は戦ったことがある。かつての邪剣の宿主とな。それごと大海賊セルバンテス。お前のまとう要求はあの男と寸分たがわぬものだ。考えてみることだ。お前の本当の父親が誰なのかをな。嘘だ。さらばだ。信じない。この目で確かめるまでは。ナイトメア、貴様は。私はナイトメアに会うことはできなかった。何者かがあの青騎士を倒したことは事実のようだ。
ソウルエッジの行方はわからない。ナイトメアを倒した誰かが持ち去ったのか、それとも破壊されたのか。しかし私は感じる、忌まわしい邪気の鼓動がこの世界のどこかで息づいていること。そう、私は受け入れたのだ、邪剣の子という運命。呪われた決闘、そして私は誓った、邪剣の完全なる根絶をこの呪われた剣と共に成し遂げること。それが人として生きる私のただ一つの務めなのだ。The names of the warriors whose fates were bound to the two swords have been etched into the very fibers of history.